はい、皆さんこんにちは。今日のハイライトのコーナーです。今日の天気は曇り、気温30度、水温27度。今日はお昼からのツーダイブ、小岩崎石崎エリアで楽しんできました。今日は僕は船上待機だったので、水中映像はミクさんにお願いしました。そして今日は石崎でマンタを狙います。ミクさんも気合十分です。そんなマンタの調子はどうだったのかと言いますと、バッチリでした。しかも今日は今年一番じゃないかというぐらいの大乱舞だったようで、エントリー直後からエキジット寸前までマンタを見て楽しめたということです。何度も皆さんの上を頭上通過もしてくれたみたいで、もうお腹いっぱいという感じだったようですね。僕は船の上にいたんで全く分かりませんでしたが、まさか水中でこんなお祭り騒ぎになってるとは。残念、僕もマンタの大乱舞見たかったです。本当に今年一番の大乱舞というのも嘘じゃなくて、一度に6枚のマンタのホバーリングも見ることができたようです。いや、当初の台風予報では今日は絶対海に出れないなと思っていたんですが、いい方向に外れてくれてよかったです。今日からのゲストさんもキャンセルしようか迷っていたということでしたが、石垣に来れてよかったですね。天気はぐずついておりましたが、これだけマンタが見れれば問題なしでしょう。明日からも楽しんでいきたいと思います。ということで今日はここまで。また次回もお楽しみに。はい、チャンネル登録、高評価ボタン、コメントどしどしお待ちしております。よろしくお願いします。